友達に日本旅行を断られたイギリス人女性のエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は日本は絶対に嫌、旅行好きの友達を日本旅行に誘ったのに友達が日本を嫌がる理由とはの話題です。海外行けば魅力がわかるはず。世界トップクラスの自由度を誇る日本のパスポートにもかかわらず、日本のパスポート保有率はわずか4人に1人という先進国で最低水準なのはご存知だったでしょうか。世界最強のパスポートに恵まれているにもかかわらず、多くの日本人が海外に行こうとしないのはなぜなのでしょう。さて、今回ご紹介するのはそんな日本の現状について感じたイギリス人女性のエピソードです。彼女は友達に日本旅行を提案したものの、そんなニュースの影響もあってか日本旅行を断られたようです。一体どういうことだったのでしょうか。早速見ていきましょう。私は旅行がとっても大好き。休みがあればいつも旅に行っていたから、もう今までに何カ国行ったか数えきれないほど。もちろんヨーロッパだけでなく、最近ではアジアにもたくさん旅行しているの。だから次は日本かなって思っていた。日本に行ったことがある人から聞くことは、みんな素晴らしいってことばかりだったからよ。日本は綺麗な国らしいし、どんどん成長して興味深い日本に絶対に行ってみたいって強く思っていた。車はどこに行っても日本車が走っているし、安全性を求めるなら日本製が間違いないってみんな口を揃えて言うわ。そんな日本人がどんな素晴らしい人たちなのかも気になるから、旅行した時にいろいろ観察したいなって思っていた。パスポートの期限がもうすぐ切れそうだったことを思い出して、先週更新をしに行った。そして手続きを終えて思ったの。また一緒に旅行に行っていた友人と行きたいってね。家に帰って早速友達に電話したわ。次は日本に一緒に行ってみないって誘ってみたの。日本に旅行したくない人なんていないって思っていたからね。そしたら信じられない返事が来たの。絶対嫌だわ、別の国にしようよ、どうして日本なのって。私は驚いたわ。思ってもいない意外な反応のせいでびっくりしすぎて固まってしまったわ。でも友達にどうしてなのか聞いてみた。そしたら、あなたは知らないの？日本人って大体4人に1人しかパスポート持ってないんだってよ。これは先進国では最低水準よ。とても先進国とは思えない。なんかおかしくない？そんな国に魅力があるのかしら。そんな内向的で国に閉じこもってるような人ばかりの国に行っても得るものはないし、なんだか閉塞感で気がめいりそうっていうか、そんな気がしたの。もしかしたら日本文化が特殊すぎなのかもよ。なるほど、そうなのね。私は日本はグローバルで世界を股にかけて働いたり、視野の広い人たちの集まりだと思っていたから衝撃を受けたわ。4人に1人？確かに友達の言う通り、私もそこで少し日本に行く気がなくなってしまった。そんなに内向的なら日本の文化は特殊すぎなのかもしれない。私は今まで抱いていた幻想が間違っていたかもしれないって思って、ワクワクしていた旅行のイメージもなくなって、なんだか悲しい気分になっていたわ。それから私はなんだか自分が考えていた日本は本当は一体どんな国なのか改めて知りたくなって、ネットからテレビのドキュメンタリー特集までいろいろと調べてみたの。とにかくいろいろ調べたわ。そこにはやっぱり綺麗な日本の景色が溢れていて、魅力的なことに間違いはなかった。でもさっきの友人の話を聞いていたから、なんだか素直にいいとは思えなかった。そう思いながらひらめいた日本の季節ごとのイベントについての記事を開いてみた。そしたら、そこには言葉を失うほど美しい日本が溢れていたの。やっぱり日本は魅力的よ。日本のお花見はびっくりだった。桜は涙が出るほど綺麗で、お花見っていうのは桜の木の下でゆっくりピクニックをすることなんだけど、とっても素敵で感動した。だってイベントの名前がお花見よ。花を見るっていう行事なのよ。みんな春になるとお花見をして季節を楽しむなんて、日本はそこにいるだけで素晴らしいものにあふれている、とっても恵まれた国なんだって分かったわ。
また5月には鯉のぼりって言って、大きな鯉ののぼりが上がって子どもたちが楽しめるイベントがある。夏になったらイベントは盛りだくさん。特に私が興味を持ったのが花火大会。他の国では想像もつかないような大きくて芸術的な花火が上がって感動するの。日本の花火はすごそう。またその時には主に神社などで夏祭りも開催されているのよ。みんな浴衣っていう夏の衣装に身を包んで花火を見ながら夏を感じるの。なんだか幻想的な雰囲気で昔の日本にタイムスリップしたような感じじゃないかしら。それを見ていたらなんだか胸がドキドキするくらい行ってみたくて仕方がない。日本に行く際には花火大会が開催されている時に旅行するのがいいかも。冬は地域によってはウィンタースポーツを楽しめる。スキーやスノボーはもちろんだし、雪だるまっていうとっても可愛い雪で作ったキャラクターを作って遊ぶのも楽しみの一つみたい。それになんといっても雪の降る日本の景色は別格よね。本当に幻想的で心が温まりそう。それで思ったの。日本人は美味しい日本のご飯を食べて温泉や露天風呂に入ってゆっくり休む。そんな一日があれば海外に行くことは必要ないと思うんじゃないかしら。一回の人生じゃ足りないくらい素敵なことに溢れている日本だからこそ、わざわざ海外に行きたいっていう考えにならないことも全く不思議ではなくなったわ。日本は北海道から沖縄まで都道府県によって様々な特色があってとっても面白い。イギリスにも地方によって有名なものはあるけど、日本ほどではないわ。そういった地域ごとに違った景色があったり、特産物があったり、文化も違ったりして、47都道府県を一つずつ巡っている人も多いみたい。また場所によって違ったお祭りが開催されていたり、とっても面白そう。私もいつか行ってみたいな。こんな風に日本は本当に魅力的なイベントがたくさんあって、本当に飽きない国だってことも分かった。ここに書いていないものもまだまだたくさんあるのよ。とても書ききれないわ。それに加えて他にも調べてみると、日本には至るところに本場同様のクオリティの海外のレストランがあったりして、日本にいながら海外を堪能できると言っても過言ではないわ。イタリアン、フレンチ、タイ、チャイニーズ、コリアンと日本で十分美味しいご飯が食べられる。しかもイギリスと違って何から何までこだわり抜かれていて、サービスから内装までさすが日本という感じみたい。また国立公園などでは週末によく海外のフェスが開かれているらしい。タイフェスティバルにこの間行ってきた人によると、食事はもちろん文化や洋服、ライフスタイルまで楽しめるような空間になっていて、行ったことないんだけどタイがとっても好きになってしまったって記事に書いてあったわ。やっぱり日本は素敵じゃない？そして日本人は本当に羨ましいわ。だってこんなたくさんの国のことを自分の国で楽しめるんだもの。パスポートの保有率が低いことが一概に内向的でグローバル志向が低いとは言えないかもしれない。実際日本は世界トップレベルのグローバル企業をたくさん抱えているし、品質で言うとメイドインジャパンを超える信用があるものはないのではと思うほど。それだけ自国で多くのことを生み出しているのは本当に尊敬する。言語に関しても、他の国では英語ができないと仕事に就けなかったり、いろいろと困難があるけれど、日本は独自でビジネスが成り立っているからこそ、他の国よりは必要ないのかもしれない。また安全面で言うと、日本を超える国はない。だからこそ国を出ることは今より安全な環境ではなくなるから、わざわざリスクを犯そうとは思わない日本人の平和的な考え方も感じられる。楽しめても危険があるならやっぱり嫌だものね。でも日本人はちょっと働きすぎに見えるわ。時間がなくて旅行に行けないっていう理由もあるみたいね。だからその点は少しずつ改善した方がいいと思うけど、そのおかげで素晴らしい日本製のものが生まれているのは確かだから感謝しなきゃいけないわね。旅となると準備をしたり、仕事を離れたり、お金がかかったりっていろいろコストがかかるから、ある意味自国で楽しむっていうのは理にかなっていて、他の国もそういったことに目を向けるべきなんじゃないかなって今では思っている。それでね、私はやっぱり次は日本に旅行したいって改めて実感したわ。今までなんとなく日本に行きたいって思っていたけど、今回のことで改めて日本の良さを知るきっかけになった。いろいろ調べて私が思ったこと。
日本人の大半がパスポートを持っていないのには、わざわざ海外に行かなくても、国内でも十分楽しめるという考えがあるんじゃないかしら。それだけ魅力的な国ってことなのかも。決して内向的で閉塞的ではないと思ったわ。日本の文化はやっぱり特殊かもしれないけど、魅力的なことには間違いなさそうだわ。パスポートの保有率が低いことをネガティブに捉えていたけど、実は多くのポジティブな理由もあるはず。すぐに友人にも教えてあげたいわ。やっぱり一緒に日本に行きたいもの。以上がエピソードの概要です。この話題に海外から様々なコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。季節によってこんなにも景色が変わるのは日本だけだ。行けば魅力がわかるはず。日本に生まれたらどれだけ幸せだっただろうか。次は日本で生まれたい。日本の桜には日本を象徴する美しさがある。日本の街はどこも綺麗だよ。きっと驚くよ。日本人はシャイだが優しい。それは間違いない。素晴らしい国さ。それにチップもいらないよ。日本に行ってラーメンを食べまくる。それが俺の夢さ。以上が海外の反応です。外務省がまとめた2021年の旅券統計によると、日本人のパスポート保有率が 21.8% と、ほぼ5人に1人しかパスポートを持っていないということがニュースで話題になっていました。もちろんこれは新型コロナウイルスの影響のようですが、それ以前でも日本のパスポート保有率はわずか4人に1人という先進国では最低水準だったようです。でも日本がパスポートの保有率が低い理由は、実はもしかしたら日本が魅力的だからかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。よかったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。